日です。マルシオ選手の浦和への移籍が決まるなど、アルビは来シーズンに向けチームの再編成を強いられています。こうした中、今日黒崎監督が会見に臨み、進化が問われる2年目への決意を語りました。やっぱり上位の、チームとのやっぱり差っていうのは感じたところもありますし、自分たちでそのイニシアチブっていうかゲームをコントロールできるようなチームにならないと、やっぱり、ACL 出てもやっぱりそこでしっかりと結果っていうのは残せることはできないと思うし。自ら課題を掲げた黒崎監督、来季上位争いを演じるためには今後の選手の補強が鍵となります。新潟のエースマルシオ選手の浦和への移籍、加えて永田や西といったレギュラー選手の移籍話も取り沙汰されています。我々のクラブはその資金的なところを考えると、やっぱりそういう難しい面とかもありますし、 J リーグの調査では選手スタッフに使われる人件費はアルビは J1 の18チーム中下から2番目です。関係者によりますと、マルシオ選手の移籍に関してアルビは金銭面で浦和を上回る金額の提示ができず、交渉の折り合いがつかなかったということです。加えて選手をチームにつなぎ止める新潟ならではの魅力も失われつつあります。サポーターの減少です。新潟最高、大観衆の前でプレーするのは選手にとって大きな魅力。多くのサポーターは新潟の売りでした。しかしホーム戦の平均観客数は2005年の4万人をピークに下がり続け、今年は3万人に落ち込みました。私がやってる頃に比べるとお客さんが少なくなったかなっていうのがまず正直な感想ですね。資金不足にサポーターの減少、かなり強い逆風ですが、育成型クラブっていうか、そういうところはやっぱりそこはブレてはいけないと思いますし、こう述べた上で黒崎監督は新たなエースの獲得に期待感を示しました。一番は早いのはもう点を取れる選手っていうのはあれですけど、マルシオの抜けたところの選手っていうのは、彼に届くかどうかは分からないですけど、やっぱりそこら辺のところはリクエストっていうか、それはしてますけど。さらなる高みを目指し、来季に向けての戦いはすでに始まっています。サッカー J1 のアルビレックス新潟の黒崎久志監督が記者会見して、先週終わった今シーズンを振り返り、山あり谷ありだったが進むべき道はしっかり歩んでこられた1年だったと就任1年目の手応えを語りました。今年からアルビレックス新潟を指揮している黒崎監督は今日、聖籠町のクラブハウスで記者会見して今シーズンを振り返りました。新潟らしく粘り強く、アグレッシブに、そして、本当にこうゴールへのこだわりっていうのを選手たちは見せてくれていたんではないかと思います。全体的なところを言うと、リーグ戦の方は本当にこう、山あり谷ありのところだったとは思うんですけども、ある程度の成果というか、我々が進むべき道っていうのはしっかりと、歩んでこれた1年ではないかなとは思ってます。アルビレックス新潟は今シーズン12勝9敗13引き分けで9位と、昨シーズンから順位を1つ下げました。これについて黒崎監督は次のように述べました。いくつかやはり、もったいない試合っていうのがあったんで、そこら辺のところは本当にこう、選手だけじゃなくて我々監督としても考えなくちゃいけない部分っていうか、経験になった部分っていうのはあるんで、それはまた次にしっかりと、生かしていきたいと思います。
また攻撃の中心だったマルシオ・リシャルデス選手が浦和レッズに移籍することが決まったことについては次のように述べました。我々にとってはマルシオっていう存在は大きかったっていうことは間違いないっていうことなんで、時間はあるんでしっかりと、戦っていける戦力っていうのはその中でも整えていかないといけないなとは思ってますけど、1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。